石原明の経営のヒントプラス第55回です。数年前にホームページをリニューアルし、顧客の事例を多数アップしております。その影響で毎月数十件の資料請求メールが来るようになり、しかし弊社の営業マンたちのクロージング率が極端に落ちてきました。これ方法としては2つだね。1つは、はい、もう外注で成果報酬型で別に営業チームを動かす。これ給料払わなくていいから、はい、成果報酬型でやればいいよね、はい。まあ、もちろんこのビジネスがそれに向いてるかどうかっていうのがあるんだけど、はい、その人たちのクロージング率と社員さんたちを比べた時に、はい、どっちがいけるのかってなった時に、はい、この多分社外の方がいいかもしれないね。だって真剣だもん、うん、成果報酬ちゃんと出したかったらクロージングできるって考えたら、これは意外に分かんないよ、はい。もちろんその会社全体考えた時にどうするかってことあるけど、営業完璧に存在する可能性ができるじゃない。で、社内でその代わり後のフォローをもうずっと、例えばこれ、製造系の会社っぽく見えるんだけど、はい、クロージングだけしてもらったら、あとは中で、はい、ルート営業みたいな中たちの人たちをしっかり作る、今いる人間をそっちに回してもいいかもしれないね、うん。そしたらすごく成果つながりやすいから、営業といくつかのタイプが必要で、はい、突破できる人と密着して成果上げられる人ってがあるんだけど、はい、突破型の人って少ないんだよね、はい。うん、そういう人たちをなんか外注で、まあ、とにかく売るだけでいいと、あとは関係ないから後ろやってあげるからって言ってやってるのが一個、ね。そこは双方にとっていいですよね。そうそうそう、まあ、それか、はい、おそらく今営業の人が複数いると思うので、はい、それをチームに分けてリーダーと現場を回るっていうチームに分けちゃった方がいいね、はい。例えばね、5人がそれぞれその営業先を持って開拓に行くとするでしょ、はい。まあ、5人の営業マンがそれぞれ訪問営業するとか開拓営業するとするのとね、その5人をチームにして1人をリーダーにして営業先行かせないで4人のサポートするっていう場合、どっちの方が成果上がるかっていうと、明らかに1人リーダーを置いて客先行かせないで4人を動かした方が成果上がる。もちろん1人のリーダーがある程度仕事の中身が見えないといけないんだけど、はい、そこがずっと管理してるよね。で、その人の後ろに女性のサブをつけておいて、はいはい、資料とかどんどん渡したりとかしながら、どこを何をやってるかをずっと追っかけた方が絶対成果があるんだけど、はいはい。そうすると全ての案件を後ろ側で理解して材料をバンバン出せるようになるでしょ、はい。で、これ案件が多いので、そういう形にした方が営業はお客さんのところに集中できるっていう方法があるのね、うんうん。だからどっちか取ってもいいんじゃないかな。で、前者の方はあんまり人数を増やしたくない、うん、っていう場合、うん、それからどちらかというと、はい、そこにリソースあんまり割きたくないとか、あるいはカンフル剤としてっていうふうな意味もあるけどね、はい。そういう形ができますよね、うん。で、後者の方は安定的に会社を大きくしていくために組織を強化するとかね、っていう場合の形が合うんだけどね。やはりまあ実際私もいろんな話を聞くと、うん、営業在庫ってまあよしあしもあって、うん、例えば月いくらか払ってプラスアルファっていう会社もあれば、うん、完全な成果報酬、うん、だってこれは一番やりやすい営業だもん。営業が一番難しいのは、見込み客も自分で連れてこいっていう場合の営業が一番難しいの。これ見込み客を放出できるから、クロージングだけやればいける。最後の、うん、そう。だから営業って全部やれが一番難しい、はい、うん。それから何が難しいかって、クロージングよりも見込み客発見でしょ。また発見してくれるんだったら、はい、自分トークはいくらでもいけますよっていう人は結構いますよね、はい。だから全部ができる人が10、見込み客発見できる人が例えば9、はい、そうすると6ぐらいでできちゃう、これ、はい。だったら喋れる、自分で組み立てられる、毎日お客が来るんだったら、はい、もう全部クロージングするぜってことは結構できるから、うん。だからマーケティングすることの価値ってここにあるよね、うん。まあ、そういう意味ではその営業代行の会社をうまく使えないっていうのは、うん、代行の会社っていうのは人だよね、うん、人をその外注で使った方がいい。契約社員とか代行会社はまあちょっと大変だと思います、ですよね、はい。ビジネスの形態が違うから、うん。代行の会社って代行の会社の利益 が主なんですよ、うん。だから成果報酬で受けてくれるとかはあまりないと思うじゃない。そうそうそう。だけど月額いくらっていうことの方が目的として高いから、はい、意外に難しいよね。やっぱりその営業欲しいけど人が入れられないっていう時に、うん、今の話だとどうしてもその最初の集客というか、うん、そこの部分から求めちゃうからうまくいかないんですね。そうそう、絶対。これもう一個方法あってね、これ実はうちの顧問先がやって大成功してるのがあったんだけど、はい、営業マン全員に悪いけどみんな会社作って独立してくれって言って、ね、独立させちゃった会社があって、はい、それは本体を本当に小さくしたくて、ね、まあ、効率的な会社にしたいのと、はい、営業の方がそれぞれやっぱり責任感とかなかなか持ちにくいじゃない。でその場合に、全員を会社の社長にして独立させちゃったって会社があって、でも4人ともすごくうまくいっていて、うちの会社はあそこで判断しなかったら今ないと思うみたいな、こんな高収益な形じゃなってないと思う会社があったけどね、はい。もちろんこれね、理由があって、もともとここの物販が1回決まったらずっと流れていくような性質があるのね、はい。だから例えばあと何件か決めれば、はい、その人の生活費確保できていて、新たにいろんなことがプラスされたら全部熱くなっていくっていう性質で、はい、出す時には何らかの形でその会社をつけちゃったんだね、はい。そしたら精神的に不安ないでしょ、うん。でお互いにウィンウィンで非常にうまくやっていると、はい、これも方法なんだよね、うん。
それは、まあ、ある意味最初のお話していたその成果報酬で、まあ、社外の方をっていうのをより、社内の方でうまくって発展というかより信頼性高いんですよね、あのたまにこういう会社があって集客して見込み客のフォローしてこれ売れるだろうみたいな人をクロージングできない会社って意外にある。なのでそういう意味では、営業っていろんな体質があるんだけど、やっぱ突破するっていう人が1人か2人いないと難しいよねっていうことがありますね、まあ、営業の仕方もこれくらいいろんなパターンであるっていうのを知ってもらえれば面白いけどね。石原さんどうもありがとうございました、ありがとうございました。